はい、梅子です。今日なんですけど、天空クリニックで、ダーマペイのキャンペーンを受けに来ました。はい、年納めダーマですね。はい、では行ってきます。お願いします。リスナーさんが、たまに天空クリニック来てくれて。あ、そうそう、なんか梅子さんの YouTube 見ましたみたいな、出てますよねって言ってくれて、ありがたいなと思っておりました。キャンペーンなんですよ、キャンペーン。安くできるんですLINE かみんなボーナス出たでしょ、おいでみたいな LINE でもお肌めっちゃ綺麗になりましたよね。そうなんですよ、なんか前回ぐらいからちょっと変化が出てきて、もうすぐ包茎手術なんです。本当ですね、楽しみにしょうがないですけど、なんか私の方が楽しみにしてると思う。私めっちゃ楽しみだね。私の気持ちは、ちょっともうすでに包茎終わってて、もう実は3月に鼻整形するみたいな気持ちで、今気持ちがいっぱいなんです。鼻はどんな感じの鼻になるの？ちょっとシュッとした感じ。みんな結構持ってきます、ね、こんな感じって持ってきますよ、皆さん。鼻フリックを今まで考えたことはないかな。はい、マジで、どういう花になりたいかっていうので、オペの形式が変わる。じゃあどういう花になりたいかを決めなきゃいけないってこと？バランス方はこんな風にしたいなっていうのを決めていると楽か、カウンセリングが楽かもしれない。めっちゃ花言われるんですよ、コメント欄で。東京より花だからめっちゃ分析してくれるんだろう。でも高さ出すときもちょっとここをやって美容法でこう、こうするだけでちょっと印象が変わると思いますね。パン耳とかになりたい。あ、そうそうそう、まあ、綺麗ですよね、なんか自然でやってんだろうな。やめなさいよ。あのアンジェラベイビー。あー、アンジェラベイビーですよ。そうそうそう、中国人の人。綺麗、綺麗。あ、でもちょっと系統似てますね。嬉しい。私も鼻やろうかな。コメント欄に、はい、ちょっと聞かなきゃいけない。こんなに大した鼻なんか止まらない。止まらないですよね。プロでも美中国もやってるな。やめませんだって絶対美人形成もやってますよね。やってます。分かる、私分かる。それは本当に分かる。絶対やってるって。あ、でもさんは絶対やってないと思う。はい、毎月ぐらいはやってんじゃないですか。夜ぐらい入れてますよ。やめな。12月30日に最終営業日ですね。こっちのベラジェルでめっちゃ柔らかいんですよね。なんかこの手触りが好きでこっちにしたんですね。結局はちょっと硬いですね。ちょっと入れてみよう。入れていいですか。いいです、やった。こっちです。分かってないじゃん。そんなに大きくないですね。めちゃくちゃ。いい感じ。やっぱでも一回大きいってロマンですよ、ね。そう。実践級になってね。わかりますか。まあわかりますよ、ね。まあ、そのためにやし、ジットワンビと、タートルネック爆買いしてますから、ね。みんな大きくない、なってないのに、エルローとか言ってますからね。動画でなってねえからっていう。ちょっとから。想像が先行しちゃって、そうやって言ってる間が一番楽しい。そう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 。マックで共有とか無敵ですよ、ね。本当そう。それで会社の新人の子が隣席の隣にいるんですけど、その子が可愛くて巨人なんですよ。で、白のタートルネックとか着てくるんですよ。合いますね。めっちゃ見てます、楽しい。どういう目で？あの、いや、いいなっていう教師と、年末には追い越したの。でも私は見てるけど、他の男性はあんまり見てない感じはしますけどね。見ちゃいけないと思っていかないんですか。それはあると思う。もう分かんないと思いますけど、ね、分かれてるさっきだから接してないと思い込んでるから、女の子は騙される。言っていいことないですからね。自分がそのアマソロの動画に出てたんですね。俺も全世界したいんだみたいな。本当誰かね、来てその動画経由で YouTube 見ましたって言ってくれる人の中で一番強いです最近。まさか整形したいと思ってたなんて思わなかった。あ、そうなんだ。私の行ってる美容院で、はい、店長さんも
それも再整形したいんだよねみたいなことを言ってて、男性は結構願望があるんだな。うちは普通先生やってるからって思いますけど、男性のお客様が多いんですよね。難しいんだな。思うんじゃないですか。男性の方がもしかしたらイケメンの方が得かなみたいな感じが。しかも周り頑張ってないから、自分だけ頑張れば女子できるじゃないですか。めっちゃここ穴場だと思うんですよ。確かに。男性の美容医療ですよね。今日はどのぐらいになってますか。前はなんか 1.75 とかであんまり赤みが出なかったんで、結構攻めましたね。年末年始は公共以外に何か攻めたんですか。いや、ダウンタイムですよ。一緒に太ももの脂肪吸引になるんですよ。ハイブリッドにするんでしたっけ。そうです。だからそんな歩き慣れないし、意外といけますね。まあね、大体5位です。大丈夫ですね。YouTube 撮りに行ってさ、いやいや外にロケニットワンピッケお参りしに来ました。初詣ロケ出るかもしれない。でカウンセリングやるんですけど、ほうれい線に脂肪を入れようかなと思って、カウンセリングしてもらおうかなと思って、あの東京の方にしてみる。そうです、すべてにおいて強めで強めで攻めます、ね。加藤さんのジムは順調ですか。ジム順調ですよ。週に2回行ってるんですけど、週に2回ぐらいなんですね、はい、なんかもっと毎日行ってるのかなと思ってます。インスタ見て、はい、バリバリガチじゃんみたいな、自分も好きだとはいえなんか忙しくなっちゃうと行かなくなっちゃうから、やっぱトレーナーさんとかに見てもらうの大事ですね。そうですね。なんか私の会社の隣の先輩も結構ジム好きで、その人毎日行ってるんですよ。その人の話聞いてたら、もうなんかすごい洗脳されてきて、私ガーミンっていうことで分かります。心拍数測るのやつ。あ、そう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 、その素晴らしさをずっと語られてて、すごい買いたくて、ガーミン買わないともうダメみたいな感じで、なんか睡眠のグラフ取れるんですよ、ガーミンっていう時計で。すごい。でそのグラフがちょっと見てみたくて、私絶対いい睡眠取れてないわと思って。そんな眠いんですか。いや、なんかあんまり疲れが取れないって言った。今針は1.75 なんです。あ、そうなんですね。やっぱり私はいいかな。うんうんうん。一回ジム行く習慣がついちゃうと、行かないことが罪悪感になるんで、習慣つけちゃうっていうのも大事ですね。ミランダカーになれると思ってジム通い始めたので、なんか違う方向になんか向かっちゃって、あ、目標は高い方がいいよねっていう。そうそうそう。アンジェラベイビーだから、うんうん、いいいい。まず似てるって一回言われてから、その気になりました。その気になって、アマソラでアンジェラベイビーになりました。やばくなってる。アマソラでアンジェラベイビー登場したらやばいですね。夢がありますね。夢を考えると、そうそうそう、ちょっとケータ叩いて笑いそう。アンジェラベイビー知ってるかな。え、知ってますよ、絶対。現実的なところで言うと、レダッとインテリって言われるんですよ。あ、いいですね。そこなら目指せるかな。私より年上だし。今5回目なんですけど、前よりね、結構流血です。今日前回よりもおでこだけ少し長めにして、あとは前回と同じでやってます。なるほど。血が出てると、なんかちょっと嬉しくなりますよね。なんかやったって感じ。そう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 。麻痺してる。麻痺してる。マリアの麻痺。そうそうそう。あの麻酔が切れたぐらいが一番ヒリヒリしませんか。私いつも夕方受けて、はい、まあ夜ちょっと痛いかなっていう感じですね。昨日の看護師さんに、あのサンソリッドの化粧品使ってるって聞いて、私全セット買いました。自分のクリスマスプレゼントはこれだなみたいな。自己投資ですからね、美容は。佐藤さんの使ってる化粧水はエムディアらしいですよ。エムディアのこの肌になれるらしい。美容クリームがあるんです。すごい保湿力が高くておすすめなんです。アンチエイジングのシリーズなんですけれども、乾燥全然しなくて、それプラス、あともともとちょっとニキビ出やすいので、ビタミン A をしっかり入れてあげようと思って、センシル。
を、ビタミン A と E の入ったオイルを、あんまり化粧水バシャバシャしないからオイルで保湿してるって感じですか、うん、情報交換とかしないですか。あ、しますよ。これいいよって言って何個も試して自分は今のに落ち着いてるって感じ、うん、なるほど。人によって違うんですね、うん、全然違います。そうなんだ。ありがとうございました。9800円でめっちゃ安いから。で、針代麻酔代込み9800円で、うん、パックだけは別。そう、マジで安い。マジ細いの金づるって言われるんですけど、この間まあ間違ってはないよなと思って。夢に向かって生きるだけか。